コリン、トランペットも高校1年生の杉本みやびでした。ところで私たちは年に50回ほども演奏の機会がありますが、そんな活動の様子はホームページのこれからのステージに載っていますので、ご覧いただきぜひ追っかけしてください。ホームページはフリーヒルズジャズオーケストラの頭文字 FHJO で検索していただければすぐに見つかります。またツイッターでもお知らせをしています。ツイッターのアカウントはfhjo_LHJO です。 LHJO というのは小中学生バンドのリトルヒルズジャズオーケストラの頭文字です。ツイッターはリアルタイムで更新していますので面白いかと思います。ぜひご覧くださいね。さて今日はクリスマスコンサートということで、次の曲はクリスマスの定番、サンタが街にやってくる、サンタクロースイズカミングトゥータウンで行ってみましょう。楽器の演奏だけでなくボーカルも入れて演奏してみたいと思います。皆さん知ってる方がいらっしゃいましたら、よかったら一緒に口ずさみながら聴いてくださいね。それではサンタさんが皆さんのもとにやってくることを願って、サンタが街にやってくる、サンタクロースイズカミングトゥータウンをどうぞ。Thank you.
校2年生の藤井翼。ピアノは高校1年生の佐藤ほのか。そしてボーカルは今日で引退の高校2年生林香織でした。林香織にはセカンドステージで引退の思い出に選んだ引退曲も演奏してもらうことになっています。ぜひセカンドステージも聴いていってくださいね。ところで私たち小中高生ビッグバンドは学校に所属しないバンドのため常時部員を募集しています。ジャズ楽しそう、スイングガールしてみたいという方が見えましたら見学に来ていただき、ぜひ入っていただきたいと思います。中学3年生が引退した今メンバーを大募集しています。特に小中学生のメンバーを募集しています。そちらに練習の場所などを書いたチラシが置いてありますので、お取りになってぜひ見学に来てください。またホームページにも載っていますので見てくださいね。さて私たちのバンドには現在小学4年生から6年生まで小学生が5人いますが、次の曲はそんな可愛い小学5年生のドラマーをフィーチャーして、その名もズバリザ・リトルドラマーボーイをお送りします。巧みなバチさばきをご覧くださいね。5年生のドラマーをフィーチャーしてザ・リトルドラマーボーイをどうぞ。
Thank you.
フゲルソルンのソロは私高校3年生の北あかりでした。さてファーストステージもう最後の曲になってしまいましたが、その前に一つお知らせをさせてください。まだ先のお話ですが、3月の終わり、桜が咲き始める頃の3月29日日曜日に、私たちは稲沢の市民会館である名古屋文理大学文化フォーラム中ホールでリサイタルを行うことになりました。今回はディズニー特集を企画しています。きっと楽しいリサイタルになると思いますので、詳しい内容はそちらにチラシが置いてありますのでお取りいただき、来年のカレンダーの3月29日に丸をつけてぜひお越しください。お待ちしています。お待ちしています。それではファーストステージ締めくくりの曲は、サンタさんが皆さんの元にやってくることを願って、クリスマスの曲をいっぱい詰め込んでメドレーにしたフックトーンクリスマスキャロルで締めくくりたいと思います。それではまた午後5時からのセカンドステージでお会いしましょう。ファーストステージご案内役は高校3年生の木戸あかりでした。ありがとうございました。先ほどもお願いしましたが、カンパの方もよろしくお願いします。それではフックトーンクリスマスキャロルをどうぞ。
とうございました。フリーヒルズジャズオーケストラの皆さん、改めてご紹介いたします。フリーヒルズジャズオーケストラの皆さんです。大きな拍手をお願いいたします。We'll be right back.
生ビッグバンドのフリーヒルズジャズオーケストラです。この星ヶ丘テラスはクリスマスのイルミネーションがいっぱい、電飾が輝いてクリスマスムードも最高ですね。クリスマスが待ち遠しくなってきました。私たちと一緒にこの星ヶ丘テラスでクリスマスを一足先に楽しみましょう。輝くイルミネーションに負けないよう精一杯 120% の力で演奏しますので、応援よろしくお願いします。最初の曲はクリスマスにぴったりなスイングルベルズでした。ジングルとスイングをかけた遊び心いっぱいの曲でしたね。トロンボーンのソロは中学2年生の畑野ココナ。トランペットは高校1年生の尾崎彩奈と高校3年生の木戸あかり。アルトサックスも高校1年生の鈴木マーチ。そして前で指揮を取っているのは毎週のようにジャズを教えに来ていただいているフリーヒルズジャズオーケストラ出身でサックス奏者の坪井和也さんです。今日もよろしくお願いします。お願いします。さて、私たちはジャズバンドですので、次の曲はジャズでは大変有名なカウントベーシーのキュートで行ってみたいと思います。キュートはその名のように可愛いという意味ですが、スイング感いっぱいの可愛い曲です。それではキュートをどうぞ。
とうございます。カウントベーシーのスイング感はきっと気持ちが良かったことと思います。ドラムのソロは中学2年生の西川のどかでした。ところで私たちは学校に所属しないビッグバンドです。ジャズの部活動は大変少なく、あっても顧問の先生の転勤でなくなってしまうということで、それならば自分たちで作ろうと2001年にできました。再来年で20周年になりますので、先輩の中にはプロになった人が少なからずいますということで、そんなプロの先輩にも来ていただいて20周年記念コンサートをしたいと思っています。詳しいことが決まってきましたらお知らせしますので、お楽しみにしてくださいね。さて次の曲は再びクリスマスの曲で、サンタが街にやってくるサンタクロースイズカミングトゥタウンで行ってみましょう。サンタさんはどんなプレゼントを持ってきてくれるのか楽しみですね。それではサンタが街にやってくるサンタクロースイズカミングトゥタウンをどうぞ。街にやってくるサンタクロースイズカミングトゥタウンでした。もうすぐクリスマス、サンタさんが待ち遠しいですね。ところで私たち小中高校生ビッグバンドは学校に所属しないバンドのため、常時部員を募集しています。ジャズ楽しそう、スイングガールしてみたいという方が見えましたら見学に来ていただき、ぜひ入っていただきたいと思います。中学3年生が引退した今、大募集しています。特に小中学生のメンバーを募集しています。そちらに詳細が書かれたチラシなどが置いてありますので、お取りになってぜひ見学に来てくださいね。またホームページにも載っていますので見てください。お待ちしています。ところで先ほどお話ししたように、このような
小中学生、高校生のビッグバンドは大変少なく、名古屋には3校しかなく、名古屋には中学校に3校、高校も5校しかありません。ということで、なかなか学校にビッグバンドがないので、それならば自分たちで作ろうと始めたのがグリーンヒルズジャズオーケストラです。名古屋ではこのように学校に所属しないビッグバンドは私たちだけですが、学校に所属しないということは学校からの予算というものがありません。そのため大変貧しいバンドで、楽器を買うのはもちろんのこと、修理にもお金がかかり四苦八苦しています。そこで私たちは大道芸人さんのように演奏してはカンパをいただいています。もし今日の演奏を聴いていただき、まあちょっと楽しいんだからカンパしようかなとか、星ヶ丘テラスでいいお買い物をしちゃった、カンパしようかなと思われましたら、ステージの前の楽器ケースが置いてありますので、後ほど入れてやってください。今までにもたくさんのご協力をいただき、LP やアンプ、そしてバリトンサックスやソプラノサックスなどを購入させていただきました。ありがとうございました。今日もカンパよろしくお願いします。お願いします。さて、ディズニー映画アナと雪の女王2が上映されているそうですが、もうご覧になられましたか？次の曲は一昨年上映されて大ヒットしたアナと雪の女王から、雪だるま作ろう Do you want to be the snowman で行ってみたいと思います。今日もこの寒さにぴったりかもしれません。それではアナと雪の女王から、雪だるま作ろう Do you want to be the snowman をどうぞ。
雪だるま作ろう、デュエモンとエビルはスノーマンでした。テナンサックスのソロは高校2年生の橋口カリナ。トランペットも高校2年生の常川拓人でした。さて続いての曲は、本日をもって受験勉強のため引退する私林香織が最後の思い出に選んだ曲、バイバイブラックバードで行ってみたいと思います。私から一言話したいと思います。本日は寒い中私たちの演奏を聴いていただきありがとうございます。私はこの星ヶ丘テラスクリスマスコンサートで引退するのが夢で、今日この夢が叶ったのも私の後ろにいる仲間たちやいつも演奏の機会を与えてくださる星ヶ丘テラスの関係者の皆さん、そして前で楽しんで聴いてくださる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。私は1年8ヶ月という短い間でしたが、このフリーヒルズジャズオーケストラに所属して活動したことは一生の思い出ですし、本当に入ってよかったと思います。これからは皆さんと一緒にフリーヒルズジャズオーケストラがもっともっと活躍できるように応援したいと思います。たくさんの幸せをありがとうございました。それでは私が最後の思い出に選んだ曲、バイバイブラックバードをどうぞ。
の空は高校2年生の藤井翼と常川拓人と吉村かなえと本日引退の林香織でした。さてファーストステージセカンドステージと合わせて1時間も聴いていただいてきたフリーヒルズジャズオーケストラの演奏、本日最後の曲になりましたが、ここで一つお知らせをさせてください。まだ先のお話ですが、3月の終わり、桜が咲き始める頃、3月29日日曜日に私たちは稲沢の市民会館である名古屋文理大学文化フォーラム中ホールでリサイタルを行うことになりました。ありがとうございます。今回はディズニー特集を企画しています。きっと楽しいステージになることと思います。稲沢の国府宮駅は名古屋駅から名鉄で10分です。詳しい内容はそちらにチラシが置いてありますので、ぜひお取りいただき、来年のカレンダーの3月29日に丸をつけてぜひお越しください。お待ちしています。お待ちしています。さて本日締めくくりの曲はジョイトゥーザワールドで行ってみましょう。日本ではもろびとこぞりてというタイトルで広く知られているこの曲ですが、とっても綺麗でかっこいいアレンジでクリスマスにもぴったりな曲です。テナーサックスのソロは3年生のハイ・リーナ、ソプラノサックスは2年生のクノ・アルトでお送りします。本日は私たちの演奏を聴いていただきありがとうございました。ご案内役は本日をもってフリーヒルズジャズオーケストラを引退する、本日が最後の MC だった林香織でした。ありがとうございました。それでは皆さんと一緒にクリスマスをお祝いしましょう。もろびとこぞりてジョイトゥーザワールドをどうぞ。
どうもありがとうございました。フリーヒルズジャズオーケストラの皆さんでした。ありがとうございました。さて、綺麗なイルミネーションも灯りました。皆さん、もう一曲だけお願いしてみませんか。いかがでしょう。アンコールの声もいただきました。いかがでしょうか。いきますので応援よろしくお願いします。お願いします。それではアンコールにお答えして、小中高校生入り混じっての演奏でクリスマスの曲をいっぱい集め、さらにディスコ調にアレンジしたクリスマスディスコキャロルで星ヶ丘テラスのクリスマスをお祝いしましょう。本日は私たちの演奏を最後まで聴いていただきありがとうございました。それではクリスマスディスコキャロルをどうぞ。
ズジャズオーケストラの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様にお送りしていますウィンターコンサート、明日も行います。そして1週おきまして21、22と行ってまいりたいと思います。